1991年のバングラデシュサイクロンは、1991年4月下旬に、バングラデシュのチッタゴン地方を襲って、甚大な被害をもたらしたサイクロンである。ンロ図1991年4月25日に、ベンガル湾南部で発生した熱帯低気圧が26日に、サイクロンに昇格し、インド気象局により BO、BOB01 と命名され、 合同台風警報センターにより熱帯、低気圧番号 02b が不番された。このサイクロンを日本の番号形式で表すと、サイクロン2号となる。サイクロンは、その後北に進み、北緯16度を超えた頃から、北北東に進み、29日から30日の夜半に、バングラデシュ東部にあるチッタゴン付近を直撃した。日本の気象衛星ひまわりやレーダー。 アメリカ海洋大気庁などによる映像を利用してサイクロンを監視していたバングラデシュ気象局が警報を発表したところおよそ300万人が避難したという。このサイクロンはバングラデシュにおいて高潮などによる壊滅的な被害をもたらした。犠牲者の数は公式発表によるものだけでも14万人を超え被害総額は24億ドルと推定される。 被害が深刻なものとなった原因としては、バングラデシュの南東部では強力なサイクロンを30年以上に渡って経験していなかったことや、サイクロンが通過したのが新夜中であったこと、サイクロン襲来日の前日が満月で、天文脅威が高かったこと、サイクロンが遅いスピードでゆっくりと進んだこと、人口密度が高く、貧困な住民が大半を占める地域であったことなどが挙げられる。 ありがとうございます。